特集担当は田中アナウンサーです。はい、こんばんは。おととし防府市にボランティアが運営する自主夜間中学が開設されました。スタートから2年余り、学び直しの現状をお伝えします。 DNA の構成を学ぶ生物の授業。チミンが来たからアデニンになってみたいな、こういう意味です。あ、これがね、はい、この配列の、ね、これこのセットを覚えてないと、これ左側の70代の女性は先生ではなく生徒です。なんか分かる感じしますよ。今までこんなこと思いもしないじゃないですか。こんな生物がこんななってて、 DNA がこんななってるなんて思いもしない。そういう全然今まで未知の世界です。ここは防府市で開かれている山口自主夜間中学校。さまざまな事情で勉強する機会を逃してきた人たちを支える学び直しの場です。開設から2年余り、ボランティアの努力で成り立っている自主夜間中学の現状を見つめました。県内初の自主夜間中学はおととし4月、今とは別の場所でスタートしました。オスとサンは一緒？オスはそうなんですよ、酸性で、例えばオスを卵の殻にかけると二酸化炭素が出てくるんですよ。匂い？二酸化炭素が出てくる。二酸化炭素ってわかりますか？夜間中学は戦争や貧困、不登校などにより思うように勉強することが叶わなかった人たちを支える場所です。今教えていただいて、あ、そうかって分かってきたので、すごい面白い。あ、よかった。本当、分かるって面白いですよね。そうそう、高校生に教えてもらって、よく分かったところもあって、ね、60の手習いと言いますけど、まあ、それぐらいの年で勉強するのもまた楽しいなと思いました。自主夜間中学があるからこそ資格を取得した人、高校に合格した人、合格ですね。新たな人生を切り開いた人たちがいます。ただ喜ばしいことばかりではないのも現実です。自主夜間中学は公立ではなく、ボランティアのスタッフが運営しています。会場費や教材費などは寄付で賄っていましたが、資金が底をつくのは時間の問題でした。さらに代表を務めていた男性が体調を崩したこともあり、去年9月からやむなく休校となりました。およそ7ヶ月の休校を経て、先月自主夜間中学が再開されました。場所は夢タウン豊富の2階、店内の空いているスペースを無償で借りられることになったのです。これまでスタッフだった水津俊則さんが代表となり、再び生徒を受け入れる体制が整いました。6分の1時間って何分だろう。一応ここをね、借りてるんです。こういうお部屋がある。ここは期日前投票の場所。広いですね。だから人数増えたらこっちに机持ってきたり持ち込んだらできるかなと思って。ありがたいことに店長さんがね、めっちゃいい人で、両方ともただです。場所代もそうだし、場所がこう手狭になってくるとなかなかできないし、で、まあ、防府校なんかは駐車場問題もあったじゃないですか。
ここだったら2階のリッチューなら止めていいよって、1階はさすがにちょっと買い物客さんが多いんだけど、2階はどうぞご自由に。現在は小学生から70代まで12人の生徒が通っています。会場費がかからなくなったことで、寄付金を教材や行事に充てられるようになりました。私たちはまあ辞めることも簡単やったんです。だけど辞めたら困るのはやっぱ生徒さんであれば、私らからすれば続けることに意義があるっていうのがあるので、まあ、まずは休校を選択して、少ないかもしれんけど月1から始めようっていうのはここですよね。なかったらやっぱりちょっと勉強苦しいから、やっぱ再開された方がいいです。もうあの教えてもらうのは全部教えてもらって、それを応用して高校卒業したいなと思ってます。中学にここに来てなかったら高校にも行ってないし、あの高校で今友達もたくさんできて、 お年が若い人とか結構年の人とかみんなでワイワイやったりしてるので、すごい楽しいです。学び直しの灯火が再び生徒たちの人生を照らし始めました。はい、そうです。お疲れ様でしたが、とりあえずなんとか無事初日を終えることができましたので、また来月は第4土曜日にまずは開催したいと思いますので、お時間都合する方はぜひお手伝いに来ていただければと思います。はい、じゃあまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。気をつけてください。生徒の皆さん本当楽しそうに学んでいる姿が印象的でしたね。無料で学べるという一方で、スタッフへのフォローというのもこれから考えていきたいところですね。そうですね、そういった面も松下さんどのようにお感じになりましたか？不登校の方もいるし、それから最近はですね、いろんなルーツの方がこう日本で共に暮らすような感じになってきてまして、はい、そうすると日本語でつまずく人なんかもいたりしてね、それぞれ人それぞれでつまずくところ違うんで、だからこうやってマンツーマンで伴走するようなところってとっても大事だと思うんです、うん、ですから、まあ、そういうところが続けられるようにみんなで支えていければいいなと思いますけどね。そうですね、多様性の時代だからこそこういった場所が必要なのかもしれませんね、はい。山口自主夜間中学校ですが、基本的には中学校までの学習の範囲をサポートしているということで、学びたいという意思がある人であればどなたでも通うことができます。開校から2年余り、人生がここで変わったという人も出てきています。こうした学び直しの場を無償で提供しているスタッフの皆さんに本当に敬意を払いたいと思いますし、これから学びたいという方にも全力で応援していきたいと思います。田中アナウンサーでした。